おはようございます。デイビッド・オースティン・ローゼズのシャーブルズです。よろしくお願いします。と、今日、鉢内の水やりの話です。今、私たちのところから、注文、していただくと、こういう苗が届きます。で、こういう苗の6リットルの大きさのポットの水やりの仕方はね、一回説明します。最初届いた後に、上ろ下、水の準備して、でたっぷり水をあげましょう。下から水が流れてきますね。ちょっと見えるようにね。もしかしたらこっち側ばっかりだったら、もうちょっと水反対側もかけてください。こういうやり方だったら、どこからこういう苗を買うと、水やりの仕方は同じになります。もう本当にたっぷり、もう全体、その土全部を濡らす。全部濡らす。はい、はい、水あげる。最初はね、この時だけ。まあ、ちゃんと水が、全面っていうかな、もう全体的水が流れていってます。で、置いときましょう。ちょっと準備したやつありますね。その後、たっぷり水あげた後に、流れてる水が止まってから、測りましょう。で、今は、この土で、この6リッターのサイズだったら 4.5 キロぐらいがちょうどっていうこと。 4.5 キロだったらこの子が全部の土が、しっかり濡れてるということなんですよ。ただ私たちはずっと 4.5 キロをキープしようとしたら、それはダメなんですね。もう根っこが全然伸びないと思いますね、それだったら。そしたら毎日、角で持って重さが、手でも測れるけど、最初はね、分かりにくいなんです。だから毎日測ってみたら 4.5 キロで、次の日はもうちょっと減っていく。どんどん葉っぱが上がってくる、つぼみを作ってくる、風が降るとか、それでどんどん重さが下がっていくんですよ。で、大体1キロぐらいまではいけるんですよ。3.5 キロになったらちょっと軽い感じがすると思います。だから3.5 キロになる前に、もう一度こんな感じにたっぷり水をあげましょう。そしたらそんな毎日毎日水をあげるんではない。この状態、特に毎日は水は、必要かどうかは天気によるんですよ。だから、安全の仕方だったら、その毎日その鉢を測って 4.5 キロがちょうどだったら1キロで、最悪ですよね。3.5 キロになったら絶対水をあげないといけない。3.7 キロとかだったら、水をあげましょうとか、明日はいないから、4キロでも、今日はあげましょうとか、そういういろいろのやり方があると思います。はい。でもずっと 4.5 キロのままはダメなんですね。ちょっと軽くならないといけない。はい、乾くまではしないで